バンコック銀行ビル。バンコック銀行大阪支店のほか在大阪対王国総領事館が入居している。バンコック銀行は、タイにある商業銀行。1944年に設立され、現在は1000を超える支店と1700万人の顧客を有している。これは、同国最大で、東南アジア地区でも5番目の規模を持つ。タ証券取引所においてもトップ5に位置する。 企業であり、セット50インデックスにも採用されている。本店は、バンコクのシーロム通りにある。バンコク銀行の ATM カードのうち、BE ファーストカードとブリオンプレミアカードは、海外での使用が可能であり、日本で、ゆうちょ銀行の ATM 機とセブンイレブン等に設置されている、セブン銀行の ATM 機で、日本円での引き出しができる。パスポート送金サービスとは、 旅行などでタイに滞在中に銀行口座を開設することなく外国からの送金を受け取ることができるサービスのことである。受け取り人のパスポートの番号、タイでの住所、電話番号、受け取り支店名を必ず送金指示に入れる。入金の確認後、受け取り人が窓口にパスポートを辞するとその場で受け渡しができる。セミプロサッカークラブバンコクバンク FC が 対王国プレミアリーグに加盟していたが、2008年のプレミアリーグで降格が決定した後に解散した。ありがとうございます。